大切なペットが突然行方不明になったら、飼い主としてはどんな気持ちでしょうか。不安と心配で落ち着かない日々を過ごすことでしょう。アメリカ・オレゴン州で一匹のラブラドールレトリバーが飼い主宅から姿を消す出来事が起こりました。しかし幸運なことに、地域のバスの運転手が犬を連れた男性の不審な行動に気づき、事態を察知したのです。ある日のこと、オレゴン州ポートランドでバスの運転手をしているマイクさんことマイケル・トーマスさんは、走行中に公道の真ん中を男性と犬が歩いているのを見ました。男性はラブラドール・レトリバーの首輪を掴むようにしていて、その姿にまず違和感を抱いたマイクさんは、ひとまず衝突を避けるためにハザードライトを点滅させてバスを停止させることにしました。すると男性はバス停で待っていたかのようにバスに近づき乗り込んできました。ところが男性は犬を路上に放置したままだったため、マイクさんは、あれはあなたの犬？と尋ねると、男性は、そう、でも大丈夫だからと返してきたと言います。マイクさん自身犬が大好きで、路上に犬を放置しておくことは安全ではないという思いから、犬を連れてこないと、路上にいさせたままではダメですよと男性に伝えました。通常は犬をキャリアに入れている場合、もしくは介助犬や盲導犬の場合は乗車を許可しているのですが、マイクさんは例外を作ったのです。マイクさんに言われた男性は犬を呼び、バス内へ促し、犬の口にテニスボールを加えさせました。マイクさんは最初から何かがおかしいことに気づいていたため、走行中も男性の行動を気にかけていたところ、男性が乗車している女性客に犬を売ろうとしている声を聞きました。これらの様子はバス内の監視カメラに捉えられていました。さらにマイクさんが男性に、犬をいつから飼っているのかと尋ねると、男性は、今日から引き取ったってとこかなと曖昧な返事をし、犬の名前を聞いても答えられなかったといいます。この犬は男性に正式に引き取られたのではない、そう気づいたマイクさんは、犬が運転席の近くに来た時に首輪のタグを確かめました。するとクーパーという名前と飼い主宅の電話番号が記載されていました。男性が犬を盗んだことを確信したマイクさんは、男性が犬を連れてバスを降りようとする際、犬の首輪を掴んで犬を飼い主の元へ返すと伝えました。男性はそのまま何もせず一人でバスを降り、犬はマイクさんとバスに乗り続けていましたが、テニスボールを加えておとなしく座っていて、マイクさんはとてもよくしつけが行き届いていると感じたそうです。走行中、常連の乗客にも事情を伝え、クーパーを気にかけてもらいながら、マイクさんは最終地点までバスを走らせました。その後、マイクさんから通報を受けた交通警察がクーパーの飼い主へ連絡しました。クーパーの飼い主はポートランドに住むジェーン・マーフィーさんという女性で、ジェーンさんは愛犬が行方不明になって気が気ではありませんでしたが、発見の知らせを聞き深く安堵しました。クーパーを守ってくれたマイクさんには感謝の気持ちを込めて、無事に戻ってきたクーパーの写真を送りました。その後、マイクさんとジェーンさんは初めて顔を合わせました。もちろんクーパーも一緒です。クーパーは助けてくれたマイクさんをちゃんと覚えていました。マイクさんがクーパーのためにと持ってきた骨のおやつを差し出すと、クーパーは大きく尻尾を振ってマイクさんにじゃれついてきました。ジェーンさんはマイクさんに改めて深い感謝の気持ちを伝えました。この世界にはマイクさんのような素晴らしい人がいるのだと実感しました。クーパーを失っていたら、私たちの人生は違ったものになっていたでしょうと
ジェーンさんは話しています。クーパーは子犬の頃からジェーンさんに飼われていて、この時4歳になったばかりだったそうです。犬が大好きなマイクさんだったからこそ、不審な様子を素早く察知し、クーパーを救うことができたのかもしれません。このニュースを知った人からは、飼い主がどれだけ安堵したか気持ちがわかる、マイクさんは表彰されるべき、なんて素晴らしいバスドライバーなんだ、犬が傷つけられたかもしれない状況から守ってくれたマイクさん、ありがとう、といった声が寄せられています。この出来事からもわかるように、愛犬が行方不明になった場合、周りの人たちの協力やサポートがとても大切です。そして飼い主の諦めない姿勢や努力も同じくらい大切なのです。ペットとの絆は本当に強く愛情深いものです。クーパーが無事にジェーンさん家族の元に戻れて本当に良かったですね。他人のペットを盗むことは、飼い主とペットに深刻な心理的および感情的な苦痛を与えることです。ペットは家族の一員であり、多くの人々にとって非常に大切な存在でもあります。このような事件が起こらないことを願いたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。